キャピキャピー。いや台風の風強かったですな。あまりの風の強さに女子高生になってしまいました。ちゃんと下はスカートなんですよ。映ってますかね、映ってますかね。すいません、でもこんな格好で。いやー、でも看板もまだ倒しております。まあ、午前中は立てられんような感じがするんですな。風が、あ、今気がついたばって、これはこうじゃなくてこう巻かないかんとやな。こう巻かないか、まあまあいいか。なんかこれは怪しいな、これな。まあまあ、もともと自分も怪しいと思いますけどね。はいはい。お車がですね、一応こっちになるんですよ。こっちこっち。はい、こっちがですね、愛車になっております。風で倒れんだな、これな。さあ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 、一つ頑張ろうかね。はい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 。さあ、台風11号接近中で、おお、風が強い。倒れんどね、ほんとこれ。大丈夫やろね、これ。はいはいはい。はいはいはい。台風11号、今、釜山あたりにいるそうですね。はいはいはい。まあまあ、何の被害もないことを本当お祈り申し上げます。ああ、結構、曜日雨降ったですよね。はい。じゃあ、今日は、9月、おー、風が強いな。9月の6日、今日は火曜日、夜の7時までライター営業、いつものお約束。今日も、元気に営業中。さあさあさあ、風が吹いてる、風が吹いてる。はいはい、あ、よかったよかった。もうちょっと下も押さえとこう。どうもさっきは気になってできるこれ。バーンって倒れてるんですね。こう割れたりしますからね、スマホちゃんがですね。はいはいはい。まあ、夜7時までナイター営業でございます。お仏壇お困りごとは、人吉ご夫妻、おお、風風風。人吉ご夫妻被災者支援、小型仏壇無償提供。コロナ生活困窮者支援、仏壇無償提供。24時間電話受付一つ、皆様よろしくお願い申し上げます。キャピキャピ